非常に立派な攻撃でしたね。はい、それに対して水垣の方はダウンを取りながら王座を奪われたということで、試合が終わってから本当にタイトルの重み、惜しかったなというありがたみをですね感じたと言っているんですが、今日の試合4選手とも試合前話では非常に好調のようで楽しみですね。そうですね、非常に大試合が再現されるんじゃないかなというね、はい、期待が燃えてますね。やはり大関君はやっぱりチャンピオンになったっていうリラックスムードがあるんですが、はい、状況がリラックスしているような感じがしますね。はい、ボディーブロー非常に積極的な攻撃が目につきます。ボディーブローはどちらかと言いますと上手い選手という表現を今までされておりました。しかし最近はトレーナーの元世界チャンピオンの小林博さんの手で攻撃的なボクサーに変身中ということであります。さあ、その攻撃的なボクシングが今日のリングでどのように出てまいりますか。一方の今日は挑戦者の立場 WBA 7位の船木和義、とにかく挑戦者である以上積極的に攻めて KO でも狙わないとタイトルは取れないだろうということで積極的に KO 宣言をしておりましたが、本人の方も KO 宣言をしておりました。両選手は早い感じですよ、はい、両選手の好調を裏付けるような高スピーディーな感じが出ております。長身だ、1m68cm、 5mm あります。亡くなった先輩の元世界チャンピオン大場正雄選手よりもわずかに長身、ボディブロー、はい、ボディブロー、はい、積極的です。今日のリング上チャンピオンのボディ大将のところを飛ばしております。今日も完全落下台に上がっております。挑戦者の船木和義、内の陣ボディの方は昨年この船木を破りましてランキングも WBA の5位に上がってまいりました。 WBA の5位対7位の戦い、そういう意味でもとにかくこの試合で勝った方が一本その世界挑戦に近づくということですね。そうですね、お互いにやっぱり世界ランクですからね、それは大事ですね。さあ、第1ラウンドありました。このラウンドわずかに近づく、だからもう少し左右と打ってやったらいいんじゃないかと思いますよ。これ一発になってる感じですよね。はい、どうぞ。はいはい、青コーナーです。試合前に控室での挑戦者船木選手なんですが、今緊張していると話があったようにですね、水を持ってこせまして何度も打ち合いしていますね。なるほどね。今青コーナーの増田アナウンサーが伝えてくれた通り、やはりタイトル奪回のための試合というのはね、後がありませんからね。そうですね、だからその気合はいいんですけども、その気合がよくいい方に回ればいいんですよね。悪い方に入りますとね、逆にってきますからね。その辺やはりロジミックスはチャンピオンですからね、はい、逆にどっちですか、無理しなくてもっていう感じもあるんじゃないですかね。でもやっぱり性格が違いますね、一緒ですよね。だからそうですね、入ってますからね。ボディから顔面へとお互いの立ち合い交錯しだしたリングの中央です。今日は人を出てやはりいいなという見方をしますね。ああ、そうでしょうね。前半はやはりね、ちょっとこう勝負をしまして、後半に勝負をかけたいと。ただ、ボディにはやっぱり気が強いんで、自分で行ってしまうかもしれないなというと、ちょっとこう感じるようですね。そうですか。なるほど、後半に勝負をかけていくという、ボディ陣営。いやいや、レーサーが少なくなっておりまして、それだけポイントは下がれております。
ということを言ってましたが、いや本当にあの好選手をですね、出したジムとしては、とにかくその選手を大事に育ててですね、世界挑戦をさせたいというのがもう本当に本音でしょうね。そうですね。そういう意味でやっぱりこのホジキ君はね、あの食わなきゃいかないんですよ。またホジキ君の方もそんな大したこと食えないですからね。これを勝ってやっぱり世界挑戦に足上がるスケボー君ですからね。だから試合中だけで盛り上がってますけども、ちょっと先ほどから言っているみなき君がですね、気を入れてるって感じですかね。ちょっともうやっぱり一発ワンツースリーっていうのは足んないですね。一発一発ですからね。いやいや単調になってますね、はい、でやっぱり力が入ってますね、はい、そこがやっぱりホズミになってますね、ホズミの方が冷静に船木の動きをよく見ております。お、船木は鼻血を出しました。このラウンドに入りまして船木が鼻血を出しました。だから前からのタイトルマッチの試合を考えますとね、はい、あーこんなにも違うのかなっていう感じがありますよ。ボディーブローです。ボディーから顔面へうまく打ち上げます。チャンピオンのホズミです。いやいや劣勢になりました。挑戦者の船木、第6ラウンド。WBA の世界チャンピオン、アルゼンチンのサントス・ラシアル。このラシアルに何とか年内に挑戦をしたいと言っておりました。チャンピオンのホズミです。そのホズミが積極的にこのラウンド。これ当たってきますかね、やはりね。足の方も警戒になりますよ。また調子が出てきますからね。パンチも正確に当たりますね。出すパンチ、出すパンチ、大体当たるとね、はい、気分よくしますからね。ホズミの方にあのゆとりが出てきましたね。そうですね。ボディーブローです。レバーをしました。そしてまたボディーブロー。ちょっと離れて今度は顔面へ。顔面へワンツー。ホズミの3発に船木の1発という感じになってまいりました。手数がだんだん少なくなっております。少なく。と、包丁に飛ばす。ホズミです。さあ、このラウンド、そろそろ勝負に出てきましたが、しかしこのラウンドはほとんど時間がなくなっております。非常に攻勢に攻めております。積極果敢に攻めております。ホズミ。ホズミのパンチが当たります。ここからホズミ君のジャブっていうかストレートですね。はい、これがよく効いてますね。ペースを使いました。チャンピオンのホズミ初防衛戦。もう船木君もですね、はい、あのパンチを何回も振っちゃいかんですね、はい、いやグイビングして中に入らなかったら、ちょっと足を止められないですよね。挑戦者船木陣営ですが、はい、鼻下だけじゃなくて顎の下もちょっと低いようですね。顎の下ですか。しかしこれは大した方がないんだけど。ああそうですか。そういうレポートが入りました。右のストレート、クロスで当たりました。また右です。チャンピオン、そして、おっと、縦受け君が連打。チャンピオンが連打。いいですね。いいですね。非常に本当に今日の試合を作っていいですよ。さあ、それでは KO を狙って、どのあたりで、どうか。後がないんだって言ってましたけどね、いや後がないですよ。とにかくやっぱりもう挑戦者ですからね、打っていかなきゃいけないんですね。まあこのラウンドから2人のラウンドに全てをかけなきゃいけないんですね。はい、そうです。このラウンドを2分を過ぎました。一発的に1本返しました。これは頭に当たりましたが、しかしチャンピオンの手格、そして手格下この方がはるかに勝っております。このラウンド非常に苦しくなりました。挑戦者の船木です。調子的にパンチがよく見えるんですよ、またね。そうでしょうね。結局はもうホズミの方が、はい、船木のパンチがよく見えるんで。そうですね。またそれ警戒にこう動きますね、はい、だからね。もうあの顔の色、ね、全てを見ても本当にあのすでに勝者と敗者というくらいね。もう今日は発見してますね、ちょっとね。まあしかしラウンドはまだあります。そうです。
しようと思ってね。やはりもう少し単調出さない。小泉のボクシングです。日本フライ級タイトルマッチ、小泉の初防衛戦。まあ、そのままいきますと、小泉の初防衛はもう本当に濃厚ですからね。そうですね。一応ね、古くも僕はね、この番組は終わんないと思ってるんですけどね、10回何回やってくれると思うんですけどね。さあ、その船木の反撃に期待しましょう。はい、こちらも。ちょっと船木君のパンチは反発ですね。船木の反撃、どうしてもそうですね。それほどやっぱり小泉君が調子いいのかもわかりませんね。まあ、必ず一発打ってるバックセプションで一発完成してますからね。スピードがあります、左のストレート。また、船木が一筋、二筋と流れてまいりました。挑戦者の船木、WBA の世界フライ級7位。一方の小泉は現在5位にランクされておりまして、世界タイトル挑戦は目前であります。ジャブってストレートですよね。ストレートですね。どんどん小泉君のですね、左の下に行くのがすごくいいんですよね。もう少しあれ打ったらいいですね。ジャブがいいですからね。とにかく相手にボクシングをさせません。今日の小泉です。一方的な攻勢。大きくポイントの差が開いております。チャンピオンの小泉が圧倒的優勢に試合を進めて第1ラウンド。顎を捉えました。そして左のストレート、小泉に当たります。非常に相手を選びながら小泉です。突き上げるような左のストレート、しかし上手いですね、はい、一発当たってから今日はちょっと連打もしませんけどね、やっぱり小泉君どっちかというと当たって連打するぐらいの上がりますからね、はい、すごく怖いんですけどもね、今日はなんとなくうまく戦ってますよね、やはり意識的にあの顎をこう引いてという感じですね。そうですね、やはり船木もこれだけ叩いてるとやはり叩かれてますとね、やはり相手が分かっててもやっぱり出せませんね、相手でもいいんだと思うんですけど、なかなかパンチが遅れますよね。いいやか、いいですね、今の右パッチングだよ、やっぱ。確実に席は本当に KO 率の高いハードパッチャーですから、ね、そうですかね。このカードどうぞお楽しみください。来月の4日でございます。さあ、試合は第9ラウンドになりました。日本第9タイトルマッチ、また小泉の右アッパーの近くなって試合が公開しました。非常に小泉君のここまでの、まあ、あれですけども、はい、船木君のまともなパンチとはもらってないんじゃないですかね。そうですね。今なんかよく出てますからね。でも、船木君これじゃあ本当最後まであれじゃいかんですね。そうですね。もう少しやっぱり一つ見せ場をね、見せなきゃいかんと思いますよ。船木としては、これで小泉さんにはもう逆転金王しかありません。それにはもっと攻めてね、はい、攻め込まなきゃいかんですよ。手数を出すことですね。やはりボクシングですからね、はい、ちょっと効きましたかね。ちょっとやっぱり数打たれてますからね、はい、てますちょっと効いた感じですね、はい、足元がちょっと怪しくなりました。挑戦者の船木です。第9ラウンド、船木としてはもちろん勝負をかけなければいけないラウンドですが、逆にチャンピオンのいいパンチを再三もらっております。左の突き上げるはパカッと、いやいや単調なボクシングになっております。挑戦者の船木、一方のチャンピオンの小泉のパンチは多彩、スピードを全く衰えません。足も使います。昇進リーチがあります。チャンピオンの小泉かといって回して逃げるボクシングでもありませんしね。そうですね、もう避けてますからね、はい。まあ、これだけポイントが開くとなんとか安全運転だという、はい、試合が多くなる。そうなんですけど、そうじゃないですからね、やはり強勝急勝はやっぱり打ってますからね、はい。第9ラウンドです。一方的にポイントではリードしております。小泉が攻めます。左のダブル右、ボディーブローです。頭脳的なボクシングをします。チャンピオンのボディ、ここで第9ラウンドありました。この中で、ね、はい、
チラン選手が倒す選手は豪快ですから、はい、そんなチラン選手が倒せない選手に負けたりするのはやっぱりパワーですね。さあ、なんとか積極的に攻めて逆転したい、逆転 KO 勝ちを狙いたい。フナキであります、挑戦者もう打ってくる千葉君だけど、フナキ君の技をお客さんも来てますからね、はい、納得はいかんでしょうね、これじゃあ、はい、残り少ない時間ですけども、ね、やっぱりもう少し盛り上げてもらいたいですね。最終回です、大学が当たりました。さあ、どうに詰めるか、あっ、右上がって左、最後という青コーナー、大きく手を振っております。青コーナー、さあ、積極的に攻めます。挑戦者の船木、場内がうわーっと盛り上がってまいりました。最終回、日本フライ級タイトルマッチ、本人の左の服、今度このラウンド積極的に攻めて左の服、顎を捉えた、船木の左の服、顎を捉える、ミストレート、嬉しいパンチの応酬です。最終回、あと50秒、ボディーブローです、チャンピオンのボディーブロー、お互いに足を止めて、いや、足を使います、チャンピオンのボディーブロー、激しい打ち合いになりました。最終回です、リードアッパーカット、頑張ります、挑戦者ジャック追います、挑戦者ジャック、足を使ってかわす、チャンピオンのトミー、ほとんど時間がなくなっております。もうナックアウトありません、試合は判定であります。